スマスマから出川さんが司会を頑張りました。クイズ出川。出川さんにまつわる問題です。これからどんどんクイズを出していきますので早押しですから。どんどん押せばいいですね。はい、はい、クイズ出川。じゃん。今まで数々のドッキリに仕掛けられた僕ですが、一番びっくりしたドッキリは何でしょうか。オーケー、スイッチ。すみません、早押しの場合はシンキングタイムいらないんです。早押しどうぞとか言わないです。これは早押しですか。俺早押しって言ったよね。言ったよね、俺早押しって最初に、一番最初に。はい、タイミング悪い。ちょっとちゃんとやろう、ちゃんとやろう。タイトルコールぐらいって。オッケー、タイトルコールは早すぎる。タイトルコールじゃないですか。それでは第1問。今まで数々のドッキリにかけられた僕ですが、その中でも一番ドッキリしたドッキリ。あ、一番ドッキリした。あ、いいんだいいんだ。ごめんね、びっくりしたんですよ。ちょっと待って待って、このカップおかしいだろ。一番驚いたドッキリはどんな、一番びっくりしたの。あ、いいのか。さあ、早押しです。チャレンジ。チャレンジ。はい、草薙くん。目覚めたら、なんかアフリカとかにいた。違います。歩いてたら。押せよ。早押し。編集しづらくなるから。押してもないのに急に答えられたらなんだかわかんないでしょ。ありがちなドッキリとはちょっと違います。じゃあわかんないですね。諦めるな。クイズなんだから。ヒントは、僕の住んでいたマンションが、家帰ったら勝手に模様替えをされてた。はい、どうですか。全部砂になっちゃったって。砂と、はい、剛君。海になってた。あ、海と砂といえばどこ。はい、ハワイ。ピンポン正解。家がハワイになってたんだよ。それスカイダイビング。いや、違うよ。違う。